はい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 。ジャイアンツ勝ちましたね、またね。本当に。すごいね。めちゃくちゃ強いね、なんかね。本当に。ただね、試合振り返ってみると、結果的に今日4対1で勝ったんだけど、もしかしたら負けてたかなっていう風に思う場面もたくさんあったし、ちょっと今日なんで勝てたのかっていうのを詳しく見ていきたいなっていう風に思ってます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたドラゴンズ対ジャイアンツの試合解説をやっていきたいなというふうに思ってます。今言いましたけどね、まあ、勝ったんだよ。勝ったんですけど、やはりね、ちょっとコントロールというところでね、巨人のピッチャーたちが、まあ、機械じゃないんでね、いつもいいピッチができるかって言われたら、まあ、そうではないんだけども、非常にね、バックアップというか、左右のバックアップですよね。高梨投手と、船場様投手のバックアップがあって、今日ね、ピンチをね、招いたんだけど、抑えれたっていうところがあって、やっぱり、リリーフ陣をしっかり補強してきたっていうところは、こういったところに現れてるんじゃないかなとも思いますし、やっぱり、勝ったんだけどもね、やはり、なんて言うんだろう、試合内容的なところで言うと、ちょっと危なかったなっていうのはあったんでね、そこをちょっと詳しく見ていきたいかなっていうふうに思ってます。じゃあですね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきましょう。そして、その後に、オーダーね、これ中日がめちゃくちゃオーダー変わってるんで、ちょっと確認させてください。で、それで3番目、最後はですね、僕が気になったところを、配球チャートなんかも使いながらね、今日ちょっと配球チャートを使うところがたくさんあるんですけども、5箇所あるんですけども、ちょっとね、見ていきたいなっていうふうに思ってます。はい、じゃあですね、まずはじめに、得点シーンから見ていきましょうか。はい、この辺あたりに、僕のこの胸あたりに、ちょっとね、スコアボードを出しながら、ちょっと見ていきたいなっていうふうに思います。はい。まあ、先ほど言いましたけども、まあ今日は4対1というところで、まあ点数から見たらですね、まあまあまあ、いい試合運びだったんじゃないかっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないけども、まあ再三、ジャイアンツはですね、ピンチがあったというところでございます。で、振り返っていきますとね、4回まで、ずっとゼロ続いてまして、で、5回ですね、これ、均衡を破ったのはこれ、ノーアウト1塁からね、若林選手のホームランです。5回のね、はい、これも、まあ、後で詳しく解説しますけども、やはりね、打ち取られたボールを2打席目、次の打席でしっかりやり返すっていうところが、非常に素晴らしかったんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、6回表ですね、これ、ノーアウト3塁からヘルナンデスの、ライトへの犠牲フライで、1点。で、また、ワンダーと一三塁から、これ若林選手ね、これ、セカンドゴロ、普通だったら右バッターで、まあ、ランナー一三塁でセカンドゴロそこそこ強い打球だったら、まあ、ほぼ 100% ゲッツーなんですよ。だけども、まあ、若林選手の足の速さもそうですし、ちょっとね、ショートのリューク選手がちょっとだけ、本当に 0.1 秒、2秒だけ、こう、ジャックルというかね、持ち直したんですよね。それで、一塁セーフになったんで、やはり、4対1なのか、3対1なのかっていうのは、めちゃくちゃ違うと思うので、そういったところで、非常にね、この、まあ、リューク選手のミスっちゃミスなんですけども、やはり足が速いんで慌ててしまったんじゃないかな、というふうに思います。で、6回裏ね、これ、2アウトランナーなしから中田選手のホームランというところで、今日は全部巨人の人が打点を上げてますね。元巨人と巨人の人がね。はい。で、結果的にね、4対1と。まあ、結局、ヒット数も8本と8本で一緒なんでね。だから、まあ、4点以上取られてた可能性も非常に高いというところは、分かっていただけるんじゃないでしょうか。はい。でですね、次行きましょうか。次ですね、スタメンの、下回ってないですね。スタメンを、確認していきたいと思います。この辺あたりにね、僕の顔のあたりに、画像を出しながらね、ちょっと見ていきたいなっていうふうに思ってます。じゃあ、まずちょっとドラゴンズから見ていきたいんですけど、ドラゴンズでめっちゃ変わってますね。昨日から。はい。守備位置結構変えるんですね、僕、中日ってね。全然知らなかったんですけど、めっちゃ変わってるですね。はい。詳しく見ていくと、まあ、前日ね、センターカリステ選手だったんですけども、今日はレフトに入ってますと。で、昨日は、6番にライトね、後藤選手入ってたんですけども、今日は2番に、センター後藤選手になってます。で、昨日は福永選手がね、サードで3番でスタメンなんですけど、今日は、高橋周平選手がね、3番サードでスタメンになってます。で、
昨日5番、レフト細川選手だったんですけども、今日は、ライトで入ってます。5番ライト細川選手です。で、昨日ね、2番セカンド田中選手だったんですけども、今日は6番に、セカンド板山選手がスタメンに入ってます。で、昨日がね、キャッチャ ー加藤選手8番だったんですけども、今日は木下選手7番、キャッチャーに入ってて、で、昨日が山本康さんがね、7番ショートだったんですけども、今日は8番にリューク選手、ショートに入っておりますと。で、9番ピッチャーですね、昨日メヒア投手で、今日は松葉投手というところで、まあ、非常に守備位置もそうですし、選手もね、すごく変わってるなっていうところがありますと。で、対するジャイアンツなんですけども、ジャイアンツはですね、基本的に、まあ、守備位置のね、変更はたまにありますけども、まあ、打順って言ったところは、もう今は、5番までね、ほぼ固定というかね、固定されてると、打順で言うとね。で、昨日からの変更点で言いますと、昨日ね、岡本選手、レフト守ってたんですけども、今日はサードに入ってますと。で、昨日6番に、サード、坂本選手が入ったんですけども、今日は出てないと。で、サードは、今日ね、岡本選手が務めますと。で、昨日、キャッチャー、7番にね、岸田選手が入ってたんですが、今日は8番にキャッチャー、小林選手が入ってて、で、昨日6番、6番じゃない、8番に、ショート、伊豆口選手だったんですけども、今日は7番に、上がっておりますと。7番ショート、伊豆口選手。で、昨日はピッチャー、グリフィンで、今日は、菅野投手というところで、まあね、菅野投手、松葉投手というところで、まあその、松葉投手もね、そこまで球が速いピッチャーではないんですけども、打たせて取るというところがあるんで、まあ、そこに十中にはまらなければいいかなっていうふうなところ。で、菅野さんも、まあ、特にこのバンテリンという、広い球場、ましてや、中日もね、すごくピッチャー陣がいいというところで、まあ、先制点はね、絶対与えてほしくないなというかね、なんかこう、1対0、2対1とか、そういうロースコアになることが、バンテリンでは多い、僕、気がするので、そういったところで、先制点を与えてしまうとね、非常にこう厳しい展開になってくるので、後半戦ね。だから、とりあえず、菅野さんには、先に点をやらないっていうところを意識してね、投げてもらいたいなとは思ってました。はい。でですね、こっから行きましょうか。こっから僕が気になったところをですね、チャートなんかをね、用いながら、見ていきたいと思います。今日はね、5箇所。結構ね、本当にね、チャートを見てほしいなと思う場面が今日はたくさんあってですね、5箇所を用意しました。はい、まずですね、1個目行きましょうか。3回裏ね。2アウトからね、カリス選手に、ライト前ヒットね。あ、その前にですね、今日の菅野さんのピッチングなんですけど、その初めの、序盤のね、2回、3回までのピッチングなんですけど、結構変化球多いなと思ったんですよね。で、この間、良くなかった時かな。なんか結構まっすぐをね、狙い撃ちされてっていうのがあったんで、その影響かわからないですけども、序盤ね、変化球多いなーっていう、印象あったんですよね。今日まっすぐ走ってないのかなーっていうふうに思ってたんですけど、まあそれはね、多分ね、走ってないことはなくて、多分、配球というところで、そういうふうにね、メリハリをつけてたんちゃうかなっていうふうに思います。でですね、3回裏ですね、これ2アウトからカリス選手に、ライト前ヒットを浴びましたと。で、2アウト1塁から後藤選手のライト前ヒットを浴びて、これね、2アウト1、3塁作るんですよね。作られるんですよね。で、先ほど言ったように、やっぱりね、バンテリンという球場でね、先制で与えちゃうとね、結構厳しくなっちゃうっていうのがあるんで、絶対抑えたいんですね。まあ、いつでも抑えたいんですけど、絶対抑えたいんですよね。2アウト1、3塁でね。で、ここちょっと見ていきましょう。配球チャートね。はい、2アウト1、3塁で高橋周平選手ね。結果的に空振り三振取ったんですよ。空振り三振取ったんですけど、これもね、素晴らしかったですね。はい。見ていくとですね、まずインサイドをストレートボールになって、で、次カットボールでストライク取るんですね。どっちも、内で取るんですね。内のインサイドで取るんですね。まずそこでインサイド意識させると。で、フォークボール、外目のフォークボール行って空振りするんですよね。空振り取るんですよ。で、これでワンボールツーストライク。で、ここで何行くかなと思ったら、一球ストレートも挟むんですね。これが良かったと思います。で、一球外のストレート挟んで、バッターも変化球マークが強くなってくるところの一球強い外のまっすぐでファール取るんですね。ここがめちゃくちゃ良かったと思うんですよね。で、それで、外のカーブ行ったんですけど、ギリギリボールになるんですよね。で、それでバッターはやっぱり、やばいって、やっぱストレートの後のカーブだし、あれ何待ったらいいんだっていう風にね、ちょっとバッター混乱するんですよね。で、そこで最後、先ほど空振りしたフォークに戻るというところで空振り三振取るんですけども、まあ、ここはね、非常にね、神経使いながら、やっぱり甘いところをあまり投げないっていうところをね、しっかりね、実行できてたんで、最後のフォークボールもね、非常にいい高さに落ちてるんで、ここはね、菅野選手のね、なんて言うんだろう、ギアを上げたというかですね、非常にいいピッチングだったんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、でですね、次行きましょうか。次気になったところね、4回もですね、これね、ワンアウトからヘルナンデスが、レフト前ヒットに出るんですよ。で、まあ、カズマに回ってくるってところなんですけど、で、このワンアウト10でね、カズマの打席の時に、スリーボールツーストライクになるんですよ。ワンアウトでスリーボールツーストライクになって、まあ、ランナーはスタートするだろうなっていうふうなところなんですけど、ここでちょっとヘルナンデス選手が飛び出ししてしまうんですよね。牽制でこう飛び出して、まあ、二塁に投げられてアウトになっちゃうんですけど、ちょっとこれ嫌な感じしますよね。うん。まあ、その、結果的に例えば、岡本選手がね、ここ三振なんで、まあ、その、変わりないっちゃないんですけど、その、でもね、タラレバとか、その牽制が、そう、アウトになってなかったらとか、いろんな未来があると思うので、そういったところで、その飛び出してしまったっていうのは、ちょっと良くないかなとか、流れがね、変わったりとかする場合もあるので、そこはちょっとね、ヘルナンデス選手ね、その、別に盗塁をする、まあ、盗塁は盗塁なんですけど、その、左ピッチャーなんでね、そんなめちゃくちゃいいスタート切ろうとすると、やっぱドツボにはまっちゃうし、相手もね、スリーツーやし走ってくる可能性あるなっていう風にね、警戒はしてるんで、そこは難しいところではあるんですけど、やっぱり、ある程度ね、いいスタートは切らないといけないけど、牽制ではやっぱ引っかかってはいけないっていう、飛び出しちゃいけないっていうところがあるんで、まあ、走者としてはすごく難しい、場面ですけども、そこはね、ヘルナンデスだったらちゃんとできるかなというふうに思うので、これからはないようにね、してもらいたいなと思います。はい、でですね、これ5回表右で行きましょうか。5回表ね、これ点入った回なんですけど、これもチャート見ていきましょうか。先頭大城さんね、これ、今日、レフト前ヒット打ちまして、ここですよね。ここ見ていきましょう。ノーアウト1塁で若林選手ね、ホームラン打ったんですよ。ホームラン打ったんですけど、これも、先ほど1打席目チェンジアップでショートゴロで打ち取られてるんですよ。で、やっぱり左ピッチャー、特に松葉投手もそうですけども、左ピッチャーのチェンジアップって、まあ右バッターからしたら嫌なんですよ。普通に逃げていく、ちょっと逃げていくし、緩急もつけられるし、僕はチェンジアップっていう球種めちゃくちゃ嫌だったんですよ。左ピッチャーね。うん。まあ、一概に全員が全員っていうわけではないんですけど、でも今日の松葉投手の投球を見てると、まあ非常にチェンジアップという球種、効果的に使ってるなっていうふうに思ってたんですね。で、それで、若林選手が1打席目、その、チェンジアップでショートゴロに打ち取られて、やっぱバッターって、まあ、いろんなタイプいるんですけど、打ち取られたボールを絶対、次の打席とか、絶対やり返したろうと思うタイプと、まあ、そう思わないタイプとかね、まあ、いろいろいるんですけど、この若林選手はね、多分ね、結構ね、やられた球種を、待ってるタイプだと思うんですよね。で、これ初球ね、チェンジアップ行くんですよ。まあ先ほど打ち取ってるから、まあそこまで全然タイミングも合ってなかったんでね。まあストライクは取れるでしょっていう感じで多分投げてきたと思うんですよ。だけども、これを若林選手狙ってたかどうかわからないですけども、でも、狙ってないとチェンジアップってなかなか打てないんで、うん、っていうところで、多少頭の中には、チェンジアップあるかもっていう風に思ってた中で、抜かれたけども、それでね、バットのヘッドが走ってホームランになってるんで、まっすぐ狙い、まっすぐ狙いで行ってたら、多分普通に空振りか見逃してるんですけど、ある程度、あ、もう一回チェンジアップあるかもしれないなっていう風に思ってるんで、ちょっと泳がされたんですけど、それでもホームランっていうところで、これはね、まあその今日見てたテレビの解説のね、川上健信さんもおっしゃってたんですけど、これね、打ち方がね、結構ね、その分かりにくいんですよね。結構突っ立った感じで、いきなりこうやって打ちに行くじゃないですか。だから、ピッチャーとか、ピッチャーもそうだし、キャッチャーからしても、なんか、何待ってるかあんま分からんし、なんか、なんて言うんだろう。呼び直さが少ない分、そのバッターが、その、何を狙ってるかっていうのが、ちょっと情報が少ないですね。普通だったら足の上げ方とか、なんかこうタイミング取り方とかで、あ、これ、まず指導が遅いからタイミング合ってないなとかって分かりやすいんですけど、そもそも若林選手突っ立ってそっからバーンって打ちに行くんで、その、指導もクソもないんで、それだから情報が少ないですね。ピッチャーもそうだし、目からの情報が少ないですね。だから多分、まあタイミング合ってなかったしっていう感じで行ったと思うんですけど、それをホームランっていうところで、これはね、バッテリーもね、ちょっとこれわからんぞって、何狙ってんだみたいな感じはね、あるんちゃうかなっていうふうに思います。はい。で、次ね、5回裏ね、これね、言うたら、よく僕言うじゃないですか。点取った後とか、取られた後って、めちゃくちゃ大事だよっていうふうに言うじゃないですか。で、これ、5回裏って、まあ、その2点ね、ジャイアンツが取った後のイニングなんで、めちゃくちゃ大事なんですよね。絶対抑えたいんですよね。で、これワンアウトからリュウク選手に、ライト前ヒット打たれて、で、ワンアウト1塁から松葉選手ね、バントを決めるんですね。で、これで2アウト2塁でカリス選手、まあ、調子いいっすよね。調子、いいバッター回ってくるんですよね。で、ここで、まあ、結果的に空振り三振取るんですけど、これね、配球素晴らしかったんで、ちょっと見ていきましょう。はい。で、これね、まあ、やっぱり、
よく言うじゃないですか、インサイドって大事だよって。まあそんなことはみんな分かってるんですよ。だけども、なんでインサイドが大事かっていうのが、これ分かるんですよね。どういうことかっていうと、これ結局、外のカットボールで、まあ三振してるんですけど、これね、1球目、2球目、ツーシーム行ってるんですよね、インサイドに。1球目、ツーシームでボール。で、2球目もツーシームでボールになってるんですよね。うん。で、それで、これ、ツーボールになるんですよ。で、ピッチャーからしたら、普通で言ったら、あ、やばい、ツーボールにしちゃったっていう感じあるじゃないですか。だけども、まあ、菅野投手のコントロールもそうですし、2球インサイド行ってるんで、イメージで言うと、外のストライクゾーンが広がってるようなイメージなんですね。どういうことかっていうと、インサイド2球行ってるから、バッターって、やっぱり、もう来ないやろって思ってても、やっぱりインサイド意識しちゃうんですよ。もうそれは、まあ、硬いボールを使って、まあ、危険性もあるんで、もうそれは仕方ないことなんですよ。うん。多少やっぱ恐怖心ってあるんですよ。うん。うん。もう来ないって分かってても、やっぱりあるんですね。で、そこでインサイド2球いってるから、外のストライクゾーンが広がってるっていう状態で、これ3球目でカットボール行くんですけど、これね、空振りするんですね。普通に。で、4球目もカットボール行くんですね。このカットボールに関しては甘かったんですね。真ん中高めぐらい行ったんですよ。普通で言ったらよ、これほんまにホームランボールなんですよ。なんだけど、これをまた空振りするんですね。これは、もしかしたらその2球インサイド行った影響が僕出てるんちゃうかなと思うんですよね。で、最後の5球目もカットボールで、これはしっかりね、アウトコースね、決めて、これも空振りするんですけど、まあ、結果的に2ボールにしちゃったのは良くないんだけども、これその2ボールのなり方が、インサイドツーシーム、インサイドツーシームって言ってるから、カリステもやっぱ意識しちゃうんですね。うん、で、そこから3球カットボールで三振取ってるわけですから、ここは、4球目でちょっと甘かったなっていうようなところありますけども、この4球目を空振りした時点で、多分、巨人バッテリーが勝つだろうなっていうふうに思ったんで、ここは、点取った後の回っていうところでも非常に重要でしたし、しっかり抑えられたっていうのは非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、次行きましょうか。これね、また点取った回なんですけど、6回表ね、これ吉川選手がこれ先頭ね、三塁打打つんですよ。これマジででかいですね。で、ここでピッチャーね、松葉投手から藤島投手に変わるんですけど、ここでノア三塁でヘルナンデスね。まあヘルナンデス最近ちょっと状態落ちてきてるじゃないですか、正直ね。で、ここで、まあ、藤島投手が出てくると。で、ストレートでボールになって、で、カーブでボールになるんですね。で、これ2ボールってなるじゃないですか。で、まあその、まあ特にセリーグの野球って、ツーボールになって、まっすぐで、なんて言うんだろう、素直に取りに行くって、まあ全然あるっちゃあるんですけど、パリーグよりかは、変化球で取りに行く方が多いですね。パリーグとかはもうツーボールになってもうストレートでドーン近づいてまっすぐでドーン打ってみろみたいな感じで投げるんですけど、セリーグの配球とかって結構ツーボールとかなったら、例えばスライダーでカウント取ったりとか、なんかそのピッチャーが得意な球種で取ったりとかってする傾向めっちゃ多いんですよ。で、ここで、ツーボールになってスプリットで取りに行くんですね、ストライク。で、エルナンデスはもうここで絶対犠牲フライは打つぞって分かってるとか決めてるから、逆方向を意識してるんですね。だからそのスプリットに対しても全然普通に反応してライトフライを打つんですね。これはやっぱり、2ボールにしてしまったこの藤島投手がちょっと悪いというか、これが1-1とかだったら、2球投げて1-1とかだったら多分また違った結果になってたと思うんですけど、これ2ボールにしてしまってっていうところがあったんで、ヘルナンデスは、じゃあちょっと、右方向を狙いで、待っといたらフライ打てるよねっていう感じでね、待ってたと思うんで、そこは、まあ、ヘルナンデスのね、打撃技術もそうですし、狙い球の絞り方っていうのも非常に良かったんちゃうかなっていうふうに思います。でですね、これね、で、ワンアウトから岡本選手センター前ヒット打って、ワンアウト一塁から大城さんがね、これセンター前ヒット11球目を打ってね、粘って。いや、いい、非常にいいバッティングですよね。大城さん、状態いいですね。マジで。で、それでワンアウト一三塁で、これ若林選手、これセカンドゴロで、まあ、併殺崩れでね、また1点入るんですけど、これね、この1点バカでかいのよ、正直。まあ、ここの時点で、この前の場面の時点で3-0じゃないですか。で、3-0と4-0では全然違うんですね。なぜかっていうと、満塁ホームランとか出たら、逆転できるわっていう、ところと、そうじゃないっていうところなんで、3点と4点の差って、結構マジででかいんですね。で、ここで、普通に初球のスプリットを、セカンドゴロ打つんですよ。結構速い打球なんですね。そんな遅い打球じゃなくて、もう普通で言ったら、100% アウトなんですよね。100% ゲッツーなんですね。だけども、その若林選手の足の速さもそうだし、そのリュウク選手がね、一瞬だけ、セカンドからボール取って、って、この2回やって投げたんですね。で、それでギリギリセーフになるんですよ。だからこれね、
まあこのエラーっちゃエラーではないんだけど、もう正直エラーなんですよね。これが普通にゲッツ取ってたら3対0のままいけるんですよ。だけども、まあ結局1点しか取れてないじゃないかっていう風に中日ね、思うかもしれないけども、この1点っていうのはめちゃくちゃでかいんですね。ほんまに。うん、このミスっていう、というか、ああ、ゲッツ取れたーっていう風に思う、その、チームのこの雰囲気も合わせてめちゃくちゃでかいんですね。普通にやっててセーフだったら、まあ、こいつ足速いなーぐらいで終わるんですけど、うわ、リュックこれジャックルしたね、みたいな。握り直したね、みたいな感じでなるんで、この1点はでかいでー、ほんまジャイアンツからしたらね、ほんとでかいんですよ、これね。まあ、ホームランのね、若林選手のホームランももちろんでかいんですけど、この3点目のというか、4点目か。4点目のこのセカンドゴロで、併殺崩れで1点入るの、これマジででかいですね。はい。でですね、これ6回裏ね、これね、中日に点取られるんですけど、まあ、2アウト後ランナーなしから中田選手ホームランですと。で、まあ、その、昨日かな、おとついかな、その、なんか、打撃ね、あんま良くなかったですけど、今日の1打席目ね、確かセンターフライやってるんですよ。で、そのセンターフライの感じも、全然悪くなかったんですね。うん、普通のセンターフライなんですけど、スイング的にも良かったんで、あ、今日ちょっと危ないかな、っていう風な感じはしてたんですよ。で、このホームランも、まあ、まっすぐ行って、ストライク、まっすぐ行って、ボール。で、カットボール行って、ホームランというところで、まあ、甘く入ったボールなんですけど、まあ、中段ぐらいまで持ってたからですかね。あ、なんか、本拠地初ホームランって言ってましたけども、やっぱ当たったらね、やっぱえげつないなっていうところはあるんで、うん。そこはね、まあ、ちょっと甘く入っちゃったなっていうところはありますと。でですね、こっから見ていきましょうが、こっからなんですよね。あの、7回ぐらい見ていきましょう。あの、ケラー出てきて、ワンアウトからね、岡林選手ピンチヒッターね、これライト前ヒット。で、ワンアウト中でリューク選手がセンターフライ。で、ツーアウト中からピンチヒッターまた出てきて、大島選手センター前ヒットというところで、ツーアウト一三塁になるんですよ。で、ここでカリステにフォアボール与えちゃうんですよね。あ、フォアボールね、ケラーが。で、ここで満塁になるわけですよ。満塁ね。で、ここツーアウト満塁で、高梨さん出てくるんですよね。ここが激アツ場面なんで、ちょっと見ていきましょう。はい。ツーアウト満塁で高梨さん出てきますと。で、もう俺がピッチャーやったら、もう、ここで、頼むでって、もうこんなとこで出さんといてくれよって思うような場面なんですけど、まあこの時点で、まあその、4対1じゃないですか。で、まあ結局これ2アウト満塁なんで、これヒット打たれたら確実に2点入るんですね。だから、やばいんですよ。やばい場面なんですよ。で、ここで高梨さんが、まあ福永選手をピッチャーマンに打ち取るわけですけど、ここね、ストレートでボールになるんですよ。で、ツーアウト満塁じゃないですか。やっぱフォアボールもちらつくんですよ。やっぱボールから入っちゃうとね。で、これ、2球目チェンジアップいって、それを打って、ピッチャーゴロになるんですけど、これね、僕が思うに、このチェンジアップボールだったと思うんですよね。これもし見逃せてたとしたら、ツーボールなんですよね。ツーアウト満塁のツーボールでスタートできるんですよ。で、ここで、別に福永選手を攻めてるわけじゃないんだけど、これでね、もしここで見逃せてたとしたら、もしかしたらフォアボールもあったかもしれないし、ツーボールからね、もっと甘いボールが来る可能性あったんで、ここで福永選手がね、狙ってたんだったら全然いいと思うんですけど。でも、結果的にそのチェンジアップをボテボテのピッチャーから打ってるんで、多分、良くなかったと思うんですよ。狙ってたかはわからないけども、結果的に良くなかったんで、ここを、まあ、ボール気味だったんで見逃せてたら、多分もっとジャイアンツバッテリーに、とかジャイアンツにプレッシャーかかってたと思うんで、ここはね、ジャイアンツファン、僕とかからしたら、非常にでかいなっていうふうに思うけども、ドラゴンズファンからしたら、ここちょっと福田が一個見てたらおもろかったんちゃうのっていうふうに思うところなんでね。今日はジャイアンツにね、軍配が上がりましたけども、ここね、見逃せてたらどうだったのかなっていうふうにはね、非常にね、気になるところでございますと。はい。でですね、またあるんですね、ピンチが、ジャイアンツ今日ね。これね、通話、8回裏またありますと。バルナードできて、で、今日バルちゃんがあんま良くなかったんですね。で、先頭高橋周平選手をフォアボール。で、ノーアウト一塁から中田選手はね、空振り三振。これはチェンジアップが非常にうまく決まってましたと。で、ワンアウト一塁からこれね、細川選手にストレートのフォアボールを与えるんですね。あんまりこんな、バルドナードって制球見出すことないんですよ。1イニング2四球とかすることないんですよね。で、ワンアウト1、2塁で板山選手空振り三振。これ良かったですよね。で、それで、2アウト1、2塁になるんですけど、岡林選手はまたフォアボール出しちゃうんですよね。普通に2ストライクから、2ストライクノーボールからフォアボール出しちゃうんですよね。もうこれはちょっとやばいっていうところで、多分、安倍監督変えたんですよね。で、これ、船場さんの投手出てくるんですけど、これ激アツなんで、もう一回見ていきましょう。
はい、ツーアウトから久保さんの投手出てきて、さっきの高梨さんの、登板もそうやったけども、こんなピッチャーからしたらやめてくれよって、こんなとこで投げさせてくれよって思うような場面なんですよね。だけども、その場面でしっかり結果を出すっていうことはすごくいいことなんですよね。すごいいいことなんですよ。で、これもすごいっすよ。ツーアウト満塁で、まあ、ピッチヒッター中島さん出てくるんですよ。まあ、元巨人ですよね。で、これで船場さんの投手ね、スライダー3球いくんですよ。なんだけど、全部ボールなんですね。全部ボール。で、これ3ボール。フォアボールちらつくじゃないですか。やばいじゃないですか。で、ここでストレートでストライク取ると。で、ここで最後スライダー行って、これショートゴロ打ち取るんですけど、これ船場さんの投手のね、マウンドさばきとか見てても、全然動揺してるように見えないですね。多分、心の中ではちょっとやばいって思ってるかもしれないですけど、それを全然感じさせないっていう、このなんていうの、勝負度胸というか、この根性みたいなところ、負けん気の強さみたいなところはマジであるなというふうに思うし、だから、こんだけのね、こんな場面で投げれるんだなと思うし、僕だったら絶対無理だなと思うんで、もうやめてくれよと思うんで絶対ね。だから、そんだけこの腹くくってるというか、しっかり、そういうメンタルも含めてね、準備してるんだろうなというふうに思います。で、最後ですね、まあその大勢出てきて、まあしっかり抑えてくれるわけですけども、まあその、今振り返ってきましたけども、やっぱりこの7回裏、8回裏ね、これピンチね、どっちもこう、めちゃくちゃピンチで、まあその高梨さんと、まあ、船場さんの投手を抑えてくれたわけですけど、まあ今日のね、僕のサムネイルとかで、まあ、若林選手すごいって、みたいな感じのサムネイルにしましたけど、もちろん若林選手ね、ヒーローですよ。今日のヒーローですけども、やっぱりね、この火消しというかね、この7回裏、8回裏の、このピンチでの、左右のね、このリリーバーのこの火消しっていうのは、今日の試合においてめちゃくちゃでかいし、その、なんて言うんだろう、その、なんかそのヒーローにはなれないかもしれないけど、うん、そういう人たちって、そういう人たちって言ったらあかんけど、そういうその、細かいリリーフの人たちって、なかなか難しいところあるかもしれないけど、やっぱりね、試合振り返ると、めちゃくちゃでかいんですね。だから、影のヒーローっていうのは、もう間違いなくこの二人だなっていうふうに思うので、高梨投手と船場投手の活躍のおかげだなっていうふうに思うので、やっぱそういうね、ピッチャー陣というか、投手陣を揃えている巨人っていうのは、やっぱりね、これ、今後のシーズンね、戦っていく上で、非常に武器になっていくと思うし、やはりこのオフにですね、しっかり補強した、この、影響というか、なんていうの、良かったなっていうふうに本当に思います。はい、てな感じでですね、今日はですね、まあ、4対1ということで勝ちましたけども、やはりね、いろいろピンチありまして、本当によく踏ん張ってくれたなっていうふうなところがね、正直ありますと。ただ、やはり若林選手の活躍もそうですし、打線もね、大城さんとかもそうですし、非常に状態が上がってきていると。で、前半戦、周囲でね、折り返しすることができるというところで、非常にね、いい状態で、やれてるんじゃないかなというふうに思います。てな感じでね、今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。